半魔家の本家の本物貴族の半魔山先生です。世界中のね、放送局たくさんありますけれども、放送局で一番情報を伝えてるのは私なんですね。だから一番世界中の放送局でね、10兆円100兆円売り上げがあると言っても、私の方の売り上げの方が実際は高いんですね。ただ人間たちは猿の惑星以上に野蛮なんで、そう簡単に私の方に支払いはしないわけですね。一番放送局としては、ね、確かで一番真面目でしっかりした情報をね、伝えてるわけですね。世界中のテレビ局や放送局の中でね。ということでね。で、まだね、実際のことというのはね、聞くことがまだできない、恐ろしいということでね、のは多分にありますけどね、問題について対応まだできないよって、実際のことはこうなんだけどということですね。ちょっとお茶を沸きましたね。で、今、お茶がね、袋がたくさん。何袋も買ってあって、満足という感じでね、お茶を飲んでます。緑茶ですね。高いのではないですけども、たくさん買うことができたんで満足で、お茶とジュースなんかも最高。それでブドウ糖のお砂糖の4倍5倍するね、お砂糖代わりに使うブドウ糖とかね、いろいろ話をしたり、世界中に情報を、大事な話を伝えるにはすごい体力がいるんですね。ということでね、話したかったのは、放送局で確かな情報、皆が知らない情報を、ね、的確にね、伝えてるっていうことですね。今一番問題になってるのは、人間が義務教育もテレパシーでカンニングしないと卒業できない。頭悪すぎちゃって、人間ね。テレパシーでカンニングを入れないと卒業できないという勉強が非常におろそかであるということね。インスタントで覚えてる人しかいませんよということですね。そんなことは世界中の放送局はね、ちゃんと教えないですけども、やっぱり一番ね、実際売り上げでも金は払わない。だから年間いくら払わないといけない、100兆円、1000兆円ぐらいは放送局料としては支払わないといけないんですね、私が話してるだけでね。1000兆円ぐらいですね、最低でね。ということを支払いしてないということね、皆はね。そういうことをよく知ってください。まあ、人間っていうのは、猿の惑星の映画、SF 映画で出てきますけど、それよりかもっとひどいんですね。めちゃめちゃなんですね。嘘ばっかし言ってんですね。でたらめばっかしやってんですね。ちゃんとやってるようでも、見せていいんだけど、それだ全めちゃめちゃなんですね。で、人間は話したり聞いたりできないです、一人では。で、人間全員の頭使っても話したり聞いたりできないんですね。バグがあったり、めちゃめちゃだったり、意味ないですね。すべて聞いちゃいけないです。話したり聞いたりしたことは、人間たちでは。上の能力者の生物が人間を動かして話して、正しい内容、間違ってない内容であれば聞けばいいわけですね。で、人間たちはできないから、私が情報をね、入れてできないのは、人間たちがちゃんとした放送局、私が一番になっちゃうのは、売上金もね、100兆円以上人間たち、人類から払わないといけないという。ただ猿の惑星よりかひどいんで、なかなか支払わないですけどね、人間たちはね。それだけしっかりした内容と仕事してるわけですね、私の放送局ね。まあ、人間たちが知能が低いんで、話したり聞いたりできないんですね。そんな情報をまず教えてね、実際。人間団体で頭を使って、高知能を使って、テレパシーでね、教わりながらね、話したってダメなんですね。無能ですね。間違いがある、バグがある。しっかりした話でも。ということですね。わざとね、そうだったり、そういうふうに話がめちゃめちゃのように話すなんていうのは必要はないんですね、本当。
人間たちが分かんなくなっちゃうからっていうことでやってたけど、上の能力者としてはちゃんと話してても人間たち全員で結集して知能を持ってね、話し方をちゃんと喋ってもめちゃめちゃなんですね、こっちの上の知能として。で、上の知能者は宇宙の知能者は分かりますから、それで、ね、わざと、ね、頭悪いような話しなくてもいいんですね。人間たちが分かんないだけで、ね、以上です。半前尾先生。